米ーゴマベゴマとは小さなコマの一種である。大正時代頃から高度経済成長期にかけて日本の子供たちの遊びに盛んに用いられたコマの一つ。起源は平安時代に京都の周辺で売外の殻に砂や粘土を詰めて紐で回したのが始まりと言われている。関西から関東に伝わった際に米ゴマがなまって米ーゴマとなったと言われる。形は 比較的浅い円錐型で、そこにも上面にも軸が飛び出していないことが多く、特に上面はほぼ平らである。後に中鉄製のものにとって変わられた。底側には貝を思わせる螺旋の盛り上がった模様が彫られていて、周囲には角張っているものがある。1941年9月の金属類、回収例で鉄の米駒も供出されたため、戦中では、 瀬戸物製が使われており、割れやすかったとされる。米ゴマを回転させるには、まず本体に紐を巻きつけて、準備をし、次に巻きつけた紐を一気に引いて投げる。米ゴマは上面に軸が飛び出していないので、通常の投げゴマのように上の軸と下の軸に紐をまず、固定する、という巻き方ができない。したがって、独特の巻き方が要求される。何通りかの方法が伝えられているが、 主な巻き方は紐に二つのコブを作り、米ゴマ本体を一周し、そのコブに巻き付ける。米ゴマを回転させるための台には、孫の口に布を貼ったものなどがよく用いられていた。米ゴマで遊ぶ様子、米ゴマ遊びの一般的なルールは、小座を長方形に折って、またはそのまま被せて、台の上に置いたり、樽やバケツの上に、シーツやビニールをややたゆませて貼ったものを、遊戯台とし、その中で、 複数人がベイゴマを回し誰のものが長く回転するか弾き出されずに止まるかなどを競い合う。さらに最後まで台の上で回転し続けたベイゴマを回した人がその時に競い合ったベイゴマをもらえるというルールもあった。このような負けたら相手に没収されてしまうというルールはメンツにもあり、ベイゴマ遊びには子供たち同士の掛け事のような側面もあった。現在では レトロブームの影響で、細々と製造が続けられる一方、ベイブレードとして新たな形でも活躍している。ベイゴマは、通常のコマと違い、いわゆる喧嘩独楽のスタイルで遊び、負ければ、コマを相手に取られてしまうというルールが主流である、ことから、いかに相手のコマを引き最後まで回っていられるかが、最重要であった。よって全体が、鉄の塊であるベイゴマは、 購入したものをそのまま使うよりも、勝負に負けないよう改造することが、子供たちの間で盛んに行われてきた。その基本的な手法として、周りの余分な部分を削り、バランスを良くすること等が挙げられる。基本的に強いベーゴマは高さが低く、頭が重いものであったことから、主な改造としては下水部分にヤスリをかけて、全体を低くしたり、模様が入っている上面に溶かしたろうや、 ハンダや鉛を流し込んで重量を増す改造が盛んに行われた。これらの改造は円水を削りすぎて軸のバランスを崩してしまったり流し込んだハンダが偏ったりすると回らなくなったりしたためとにかく改造の数をこなして腕を磨くことが必要であったがベーゴマの改造は当時の子供たちはごく普通に言っていた。ペチャ円水先端から上面まで1センチに満たない。 最も薄いベーゴマである。黄面状を下リンクの中では、駒上側面が周囲にぶつかって止まりやすく、扱いづらさでは全種類中一番であるが、背の低さのため勝負には強い。上側面も八角形であり、攻撃力も高め、ペチャを自在に操れることが王子の男の子のステータスであった。ペオペチャを1、5倍程度大きくしたような大型のベーゴマ。 重量が増した分、回しにくさは、ペチャ以上で、難易度は最も高いコマ。ペチャ同様自在に操れることがステータスであった。中高、ペチャに次いで、背の低い米駒マ。前高は1センチ強程度で、ーメンリンク内でも、独楽上側部がギリギリ周囲にぶつからない程度の、高さであるため比較的回しやすく、攻撃力のある八角形の上側面と背の低さから、 本腰勝負で活躍した、丸六上面が丸い米ーゴマである。円錐先端から上面までが、おおむね1、5センチ程度の高さがあり、貝の原型に近い。バランスの良い体型から初心者にも回しやすい米ーゴマ。上面の模様がアルファベットであることが多い。持久戦には、持って来い。角六眼六の上側部が六角形にかどった、スタイルの米ーゴマ。 丸六の回しやすさに攻撃力を加えたタイプで、ベーゴマ勝負初心者にも扱いやすい。丸六同様上面のデザインがアルファベットであることが多い。高 O 丸六を約1、5倍に大きくした大型の、ベーゴマ。直径は3、5センチくらい。円錐先端から、上面までの前高は2センチくらいというサイズが、標準的で、現行では最も大きいベーゴマである。 重量を活かした戦法が得意だが、規格の違いから高王とペオは、同サイズ同士のみでの勝負が行われたことも多い。バイベーゴマの一種。八角で、主にメッキの施されているもの。四方に小さなくぼみがあるのが特徴。この場合は普通のものとは少し巻き方が違い、四方のくぼみに引っ掛けるようにして、下の中心から巻く。さらに、この場合は持久力があり、 回しやすいため普通の米ごまと戦うのではなく、倍同士で戦う方が良い。通常より少々値段が張るかもしれない。ありがとうございます。